かなか甘かわいいのだもん。甘かわいいの大好きだもん。どうもこんばんは。今日はシナモンくんの誕生日なので歌ってました。そんな大好きなシナモンくんの誕生日に生誕祭できて嬉しいですね。どうもこんばんは。iPad でやってるとあれだね、このカメラとコメントのこの距離感激しいからちょっと全然カメラ見れないね。設定もしてないからこのねニキビがぷっつりしてますね。ということでお肌をちょっと綺麗にするための滑らかさを、なんか変な色になったよね今。あ、これ良さそう。滑らかさをトーンアップして、私ニキビが取りたいんだ。ニキビがすいませんね、いつもね iPad が充電されてたから iPad でやろうかなみたいな。クマも取っとこう。クマももう一回こんなんで、いや、あ、でもなくて良さそう。ありがとうでした、生誕祭。こんばんは、ありがとう。この時間帯珍しい。でもやるならこの時間が多かったりもなんたらあるよ。なんだ。なんですかって感じですね。私今日は最近このライトを買ったんですよ。こういうやつね。あの、こういうやつからこれを使ってみたくて、でもこれを使うにはいつもやってる場所じゃちょっとこの中挟んで固定するタイプだからいつもの場所じゃダメだってなって、とりあえずでね、あの、あ、やばい、とりあえずであの妹の部屋から勝手に使ってます妹の部屋から配信。そうやっぱ持ってかなきゃなみたいな。前も買ったけどなんかちょっとねへぼくて、あの、あんまりガジ何まっすぐならなかったからねそう、とりあえずね自分の部屋でもこれをちょっとねいい感じに固定してできる場所を探しがしたいね。ありがとうございました、生誕祭。本当にね、ありがとうね。洋服はレッスン着です。そう、ロンティーがすぐシワシワになっちゃうタイプというか、なんかレッスン着ってめっちゃ着るからかわかんないけど T シャツがすぐヨレヨレになっていつも困るんですよ。だから新しくちょっと前に買ったロンティースピーチ良かったですか。ありがとうございます、たくさん褒めてもらってありがとうございます。嬉しい嬉しい、ハッピー。そう、そしてお手紙は大川さんでね、びっくりです。私はね毎年あやかぴょんかるーちゃん予想で生きてるのに、ここ最近は去年も絶対あやかぴょんかるーちゃんのどっちかだ絶対そうって言いながら、でもいつも意外な人から来るなっていうのもあってね。でもいやー、るーちゃんかあやかぴょんだろうと思ってだけど違いましたね今年もミスりました、予想外れです。よかった。なんかね生誕祭ね、そう、目標をさ、まあ、もちろん目標はすごく大事なんだけど、1年1年毎年毎年さ自分の目標をさ、その1年に達成できればいいですけどそうじゃなかったらさ、ただ目標がいっぱいポポ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 ーって増えていくだけだなと思って、ね、でもその SKE がもっとみんないろんな人に知ってもらいたいっていうのは、まあ、もちろん言葉にしなくても他のメンバーをみんな思ってることだとは思うんですけど、私もね一番最初の生誕祭で言ったのがもうそういう感じの話だったから、そういう話をし
してもまた同じ話かなみたいなことをなんか倉島亜美ちゃんに言ったんですよ、生誕で何話そうみたいな。そしたら、いやこの8年目になって言うとだいぶ重みが違うよみたいな、研究生で入ったばっかりの時に言ってるのと今ではだいぶ違うからみたいな感じで、そうだねって言って、私もじゃあ言うよって言って、これを目標にするよって言って言いましたねそう、亜美ちゃんからのありがたい言葉で自信を持って言いましたで当時とはねだいぶ環境も変わってますからね、その先輩とかもほとんど昔の自分が好きだった SK の選抜メンバーの方とかもほとんどいないわけじゃないですか、今のメンバーでね。だから、ね、だいぶ変わりますよね。そう、わがまま言ってねって野村に言われてね、結構わがままなんですけどね私結構わがままに生きてるはずなんですけど、そういうところで私がわがままじゃないのかな、わかんないけどね、結構普段の生活はとってもわがままで生きてますその何活動においてはわがままじゃないかもだけど、普段の日頃の生活はとってもわがままですとてもわがままに生きておりますよ。いや真面目だけどわがままですよ結構。でもどんなところがわがままかって言われたら思いつかないね。なんだろうね、聞いてみて今度誰か、私の同期とか誰でもいいけど、マリンのどんなところがわがままですかってたぶんわかんない、わがままに生きてるつもりです自分はファンの方にしたいわがまま、むずいな。でもわがままばっかですよ私は、いつもそんなことない、結構ねみんなにわがまま言ってると思う、そんなことないそんなことないですか、結構わがままですよ私、わがままっていうか甘えさせてもらってますよね、だってね、すぐ寝落ちしてさメール送れなかったりさ、送るのもめっちゃ遅かったりとかさSNS もさ、ブログもいっぱい更新するのが目標だよ今年のって言って、まだ数回しかしてない、片手で数えられるぐらいしかしてないかなって思ったりするけどダメなとこですね、そういったとこではわがままというか、うん、甘えちゃってますねみんなの優しさにね、ちょっと頑張んなきゃなって思ってますよ、はい語りきれなかったことのブログね、でも何を語りきれなかったかな、なんか言いそびれたことあるかなとか、わかんないですね、確かに。でも握手会完売したりとかはあんまり言わないかもですねまあ結構プライド高めなので、もちろん完売したらとっても嬉しいですけど、うん、あんまりなんて言うんですかめっちゃ矛盾してるわ、売れたいって言いながら売れたいって言ったけど、その売り上げになんて言うんですか、語彙力がないぞ、売り上げみたいな感じになるのが嫌で、ちょっとアイドルとしてのプライドというか、アイドルとしてちょっと夢を売りたいなみたいなとこがあるから、ちょっとねあんまりしないんですよね
そうなんですよ。みんなね、でも そんな気持ちをね、どう、まあまあみんなそれぞれ考え方があるかあれだけどみんなねそれぞれやり方があるからあれですけど、そうです、まあ伝わってるなら OK。 そう、なんかアイドルが好きだからこそね、なんかこういうアイドルは嫌だなとかいろいろ自分の中で面倒くさいプライドとかがあったりして、そう、あまり言ってこなかったんですけど、けどわがままは叶えてもらってるんで、たくさんだってプリマに入れてもらえたことも私のわがままでみんなに応援してもらって、こうね、ティーンズニーとも選んでもらったわけだし、ファッションフォーユーのイベントとかも昔はね、なんだそれはって方も多分新しいファンの方とかは知らないかもしれないんですけど、そういうゲームでイベントとかがあって、そういうのもね全部わがまま、ちなみにはい、本当に今んとこ私がやりたいって言ってきたわがまま全部叶えてもらってるのでみんなに結構はい、わがままに生きてって言われてるけど、結構わがままやっぱ叶えてもらってる気がするなって思ってそうなんですよ、だからいつもありがとうございます、ありがとうございます。そうだよ、選抜に入りたいっていうわがままも叶えてもらってるからねありがとう。メールね、難しい、メールなんかどんなね、メールも難しいなって思ってて、なんか何でもいいかな、もうメール何でもいいかなって大体言われたけど、なんかご飯の写真とかいらない派かなみたいな、みんなでもそう、昔はなんかご飯とか顔が欲しいなみたいな、顔が載ってる写真がメール欲しいかなみたいな思って、今まで顔が載ってないメールを送ったことがないんですよ、多分記憶が確かなけどもっとなんか何、しょうもない日常知りたいかなみたいな、どうなんだろうと思って、ちょっとね難しいなって今になって思って、何年目って8年目なんですけどご飯の写真とかでもいいかな、もうね、そういつもね顔があった方が嬉しいかなみたいなで顔の写真とかばっかり送ってるんですけど、あとはね、なんだろう、その多分自分のあれだけど、コロナ禍に入ってから発信の仕方が分からなくなったってのは結構自分の中であって、ね、なんか何、密着してる写真とかダメだったじゃないですか、コロナ禍の時って。なんか何の話を、なんか一緒にご飯食べたとかも、ダメかもみたいな、なんかそういうので、なんかあんまりなんか自分単体の話しかメールでなんかかけてないなと思うようになって、他のメンバーの話とかあんまりしないなと思って、最近は少しずつ書こうと思って生きてますそう、なんか難しいと思って、そうコロナ禍になったからちょっと分かんなくなっちゃった、からね SNS ちょっと前より苦手になりましたね、頑張りますね、もうさすがに何書いても怒られるよ、きっと怒られるじゃ、怒られちゃダメ、怒られないよ、そんな怒られないかなと思って、そう、そこからなんかお出かけしたとかあんまり載せなくなったりしてねそう、そっから全然何も乗せなくなったかもと思って、ちょっとね、もうちょっとね気にせず、はい、全然プライベート書かないはずのかな、なんかなんだろう、昔書いてた、どう思いますか、なんか今こうふと思ったこうコメント欄とか見てると、意外と何ですか、最近知り合った方とか、結構プレイマスターとかをきっかけに通してあの出会えた方がたくさんいらっしゃったりして、いや嬉しいですね、昔どうでした、私ちょっと分かんないですよね、私も分かんないです、そう昔ねどうだったんだろうね、もっとふざけた SNS してたかもみたいな思ったりして、そう年齢もあるね、大人になってより気にしちゃうんだろうね、いやそれもあるや、ちょっと気にせずはい行きます。
そう、多分それはあるんですよ。そうなのよ自分でも思ってた。多分コロナ禍になってから SNS なんか難しいなって思ってました。でそれをが多分当たり前になっちゃって、あんまりねメールも何書いたらいいか分かんなくなって、自分の単体のことしか書けないみたいなそう、大人になったんですね。そういうことですね。はい、まあでも気にせず、本当みんなが想像してる以上にあのほぼメンバーと遊んでるだけの毎日なんですよお仕事以外の日も、お仕事終わった後もみんなでご飯食べたりとか、ご飯食べてもその後もずっとおしゃべりしてたりとかね、もうねそういう話いっぱいしますね。ちゃんと逐一報告しちゃうわ、もう報告するね、待っててメール。真面目なんですね多分そう、報告するわ、頑張って。逆に聞きたいことあったらね、メールの返信でも何でも、なんか別にあのインスタのDM とかなんかリプでも、なんでツイッターのリプでもね、なんでもいいんですけど、はい、送ってくれたら、あこういうこと見たいんだなみたいな、こういうこと知りたいんだなみたいなあったら教えてください。そう本当になんかね、載せようと思って忘れちゃうんですよ結構。今日もあいかぴょんのツイッター見て、なんかすごい見ましたよ、あいかぴょんのさっきのツイート、すごい面白い写真なんですけど、あいかぴょんの誕生日に載せようと思ってた、あいかぴょんと動物園行った時の動画とか、そういうの毎回載せ忘れるんですよ。そうだからそういうことをね、なんかちゃんと忘れず、プライベートとかもね載せれたらいいなって思ってます。絶対に誕生日載せると思ったのに、なんか誕生日になったらなんか載せよっかな、でも生誕祭の時あるしなと考えて、聞く載せず結局忘れてましたね。いろいろ載せますね、プライベート。今日はちゃんとねこう携帯をここに持ってiPad ですね、ショールームしてるのでね、何のやつがあったかなって見返せますね。はいそれ考えすぎちゃうんですよね。そう、まあでもみんなが優しいのでありがとう、いつも本当に本当に優しくねしてくれてありがとう、みんな豊スターの方でのね、そうなんか私が生誕祭で話す前に詳細出てたのかな、今日お昼頃に出てて、それはね見たんですけど、どこまで詳しく話していいか分かんなくて話せなかったんですけど、あの CBC ラジオさんとね FM トヨタさんのラジオラビートでやってますかね、さんとのねあのイベントがありまして、そこでねあの SKE48 の番組の公開収録がありまして、 CBC ラジオの楽しみにしていてください。ほんとね、嬉しい、公開収録夢じゃない、自分の好きな、自分の好きなじゃない、自分 の, あの持ってる番組の公開収録ですよ。もう憧れ中の憧れだった、嬉しい、嬉しくて嬉しくて、すごいコメントでありがとう。そう、4月13日の土曜日です、日付まで覚えてない私にも優しい、ありがとうね、楽しみだな。そう、多分私の生誕祭が始まる前にはなかったんだ、
楽しみにしていてください。ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです。これ今更だけど、このでっかいクマさん、ありがとうございます。ありがとう、でっかいクマ。ね、ラジオもね、どん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 進化できたらいいなって思うんですけど、なんか前々回ぐらいの収録からおっとって思ってたことがあってってスタッフさんに言われて、ディレクターさんに言われまして、なんだと思ったら、あのメッセージがめっちゃ来てるみたいな。めっちゃいい話だった。その10分番組でこんなにメッセージが来るのはなかなかないよみたいな言ってくれて、すごく嬉しいなって思いました。みんなありがとう、たくさんのメッセージ嬉しい、本当にね、本当に嬉しい限りですよ。私個人的に嬉しいのは、あのよくエゴサをするんですよ。エゴサしてたらなんかめっちゃラジオ通みたいな感じの人にめっちゃ褒められてるツイートとか見かけると嬉しくて嬉しいですね。嬉しくて嬉しいです。ね、番組の時間伸びたらいいね、いつかね、夢ですね。ね、ぜひ送ってください、またメッセージ。ふう、ありがとうね、みんな本当に。いや、通かどうかわかんない、私がパッと見通じゃないこの人みたいな勝手な判断。何でもいいですよ、メッセージは。最近いろんな企画やってるから、ね、私のイメージ予想でも、やったねって思ったことでも、あと何があるかな、まだ大喜利もやりましたね。だから大喜利のお題でも私あんまりいらないかもしれない大喜利難しいよ、大喜利難しいよね。そういうなんかやってほしい企画とかね、思いついたら送ってくださったら嬉しいですね。最近アイドル楽しそう。いや、アイドル楽しいですよアイドルね楽しい。自分もアイドルさんのライブとかに行くようになったらもっと楽しくなっちゃった楽しいね、アイドルね。いや、大喜利ね、あのやっぱいい意味でも悪い意味でも真面目なので自分で言うな真面目なので、ツーショットでもなんかもう、私なんかが、あっ、はい、どうも、あっ、はいって撮って、もうなんか申し訳なさすぎて SNS にそれ載せれてないっていういやーね、難しいですね。だから、ありがとうございますで下がってたら、あ、下がらないでくださいって言われちゃったそうなんですよ、ちょっとね、可愛すぎてちょっと後ずさりしちゃうタイプなので。そう、だから逆に12期生のことがさ、私のこと好きって言ってそれになってるのを見ると、ああ、ありがとうねって、逆に私もあわあわしちゃうから、逆に私も多分そのアイドルさんをあわあわさせてるんだなって思う なんなのって感じですけど、るーちゃんはね、あのガチガチのフルパーさんのファンなので、結構、はい、そう、こごはちゃんもね今日生誕って来てくれて、私もちゃんとこう中にこう見えん来てるんですよ今日ちょっと写真も撮ったからね、載せますね、うん、はい、
しかったです。でも昨日のボンバーイも、はい、ぜひあの放送を楽しみにしていてください。12期の推しメン、選べない。あのパフォーマンス中としてはちゃんと公演を見に行ってから選びたいですね。ということで制服の目公演に早く行きたいです。いつ行こうかなパフォーマンス中なんで、はい、あでも結構みんなさ、そう今日みんなねプリマの T シャツも着てたりしてたんですけど、プリマの T シャツの上にあの生誕 T 着ても意外とこの文字が見えて、そういう元からそういう感じのあの写真じゃない、衣装じゃない服に見えるから割といい感じですよね。もっと堂々と行きたいですね。頑張ろうっと。終わっちゃうよ。ちょっとこれからね、いろんなまたね、あのアイライフさんのライブ、あの主催のライブにも今度出演していただくので、そういう時にね他のアイドルさんと写真を撮れたら、その時はあんまり後ずさりしないように頑張りたいです。そのフルッパーさんとか、そのめっちゃ昔からインスタフォローしてる方がいて、その方と撮ってもらったので、インスタとかテレビとかで見てたので、戻ったみたいな感じになっちゃいましたね。すごいみんなのツイートいっぱい出ました。ちょっと楽しみ、やっぱ生誕祭の楽しみ、 やもちろん公演もなんですけど、その後のファンの方とかメンバーとかみんなのツイートを見るのがすごく好きなんで、ハッシュタグでこうちょっと見ますよ。ねえ、頑張ろっと。本当だ、嬉しいツイートだ。嬉しいツイートだ。ファンの方のツイート見ますよ。こうハッシュタグあるじゃないですか、生誕祭はね。だから見れます。だしエゴサもしますよちゃんと。みんなが知らないだけで見てますからね、ちゃんと。あのマリンで漢字でします。マリンの漢字であの しますので、実は。すごい、メンタル大丈夫、全然大丈夫。なんかあんまり私人生でそんなにメンタルがやられたことはあっても寝たら忘れるので。やばい、みんな見つからないようにつぶやいてるんですか、ちょっと。見つからないようにしててもリップからいつでもポンって押せばいけるので、ハッシュタグがあるのでね、こうハッシュタグ坂本舞生誕2024ですね、はい、こちらねたくさん見るのが楽しみですね、はい。わかんない、エゴサしないアイドルっているのかなってぐらいみんな知ってると思う。わかんない、どうですか、わかりません。投射費見ちゃダメですか、ごめんなさい、勝手に覗いて。
見つからない2025、ちょっと早い、気が早いな、もう23歳だよ。そう気になっちゃうよ、だってね、私のね生誕見てどうだったかなとか気になっちゃうもん。気になっちゃいますよやっぱりね。ごめんね勝手に覗いてそうでもハッシュタグはねつけてる方はきっと見ても大丈夫な方だと思う。アーカイブね見たいですね、アーカイブも配信のもうあと2分したらもう見れますからね。エゴサしてへこむことないですなんか変なことつぶやかれてても、あ何これみたいな、やばいみたいな、スクショしてあのはい何これっていうあれでもあるのであんまりはい多分大丈夫です、あんま落ち込まないタイプです、はい、寝たら忘れるのでね。なしそんなに変なこと書かれたこともなく、そんなに変な DM が届いたこともなくって感じなので、はい、いつもだからまた優しい方に囲まれております、ありがとうございます、いつもありがとうね本当に。もうそろそろ終わりかなって思うんですけど、またねありがとう、お時間だ、おやすみ急